その意味では俺ね、ちょっとくすぐったい話で悪いですけど、小島さんなんかは本当偉いなと。いやまあそれも、うん、思ってるね。いやギリギリっていうか、ちゃんとその自分をプロデュースして、うん、形にしていってるなっていうのがね、つまりね、うん、でもね、ま、今ようやく細っ細っと食べれるようになってきた、うん、それでもね、うん、なんとかしたら、でもやっぱ次っていうかさ、もうちょっと浮上したいじゃん。そうだね、うん、そんなのが楽しい、波に乗ってね、うん、楽しいサーフィンしたいよとってきた方が、うん、また関われる人もね違って、うん、変わってくるし、うんうん、せっかくもう海で溺れなくなったんだから、次は大波はね、もう水でチャパ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 っていうね、足がつくとこね、足がつくとこねチャパチャパやってますから、そうそうそう、でまあ溺れない程度にちょっと深いとこに行こうかなみたいなね。じゃこっちはなんか掴まれるもの探しそうだね、で小島さんはもうちょいでかい船とか、そうだね、うん、もうちょっとでかいエンジンとか、うん、だからもう乗っかってっちゃうのにピュアって、うん、ほら自分で自分を織り込んで売り込みに行くってすごいやりづらいじゃん、うん、やりづらいところあるでしょ、うん、すごい俺のこの曲、いい曲使ってくれよって、うん、行くのって、多分日本人にはやりづらいことだと思うんですよ、そうですね、すごく、うん、だからいろんな感情が挟み込まれますよね、だからお互いになんとなくこうやってやり取りしたあのファイル、うん、とかをお互いに預かってるから、うん、俺それ勝手にね、DVD に焼いていろんなところに持ってっちゃうし、そうすれば自分の作品も入ってるけど人の作品も入ってるから、うん、人の作品として売り込むっていうか、人の作品としてって言ったら変だけど、人の作品と一緒にこの人面白くないって言いに行くんだったらすごい簡単、うん、そうですね、すごい簡単というかやりやすいと思うんだよね、うん、だからあんまりそのなんだろう、かしこまって考えないで仕事だから、うん、仕事は来たらちゃんとやればいいだけでそこまでは結構がむしゃらに泳ごうかと、うんそうだね、うん、だからそんな感覚でギルドっぽいね、それ、うん、組合っぽい、うん、常に自分の仲間の5人くらいの DVD とか常に持ってこういう人とこういう人とこういう人と私がいますみたいな、で使ってください、うん、すごい知識とか、うん、そのやってきたことの蓄積があるじゃない、流進君にしてもたくさんないよいやいやいやないよ、だってこの仕事でそのもの作る仕事やってる人でも、うん、流進君とか徳差し君ぐらい詳しい人っていうのはお目にかからないわけよ、本当に本当自信持っていいのこれ自信持っちゃうよ、だからこれね、うん、俺の環境だからかもしれないんだけど、うん、俺もそこそこ好きだから、うん、あの美術とかね、サブカルチャーとか好きだから、うん、そこそこ好きだから知ってるつもりでいたの、うん、いたし、周りの人はね、大体俺より知らないの、うん、そう、でも両親君とか徳佐志君みたいな人に会うと全然知識量がもうハードディスク10個分ぐらい違うまあでもそこはどういう切り口の知識かにもよりますからね、でもやっぱり、うん、そのそれがアカデミックな知識だったとしても、うん、すごい役に立つからさ、そういうことって、うん、説得力があれば、うん、つくじゃん、すごく自分がやってることに、うんうん、でそういうのってすごく必要だし、相手も安心するし、そのちゃんと説明してくれればね、うん、そのクライアントも安心できるしっていうところですごく重要なスキルではあるんだけど、うん、結構みんなそこを持ってない人が多いんだよね、もちろん詳しい人もいるけど、うん、だから俺ずっと寂しかったのよ、ああ、だって例えばすごいメジャーな、うん、俺らの時代ですごいメジャーな人、例えば美術家だったら俺が好きだった大竹新郎とかっていう名前を出しても、はいはい、え、誰それっていう世界なの、あ、それは本当にそうなんですか、うん、でも大竹新郎さんなんてデザイン的なこともやってるんじゃなかったでしょうか、というよりも芸術家として絵本描いてるしね、うん、日本でトップクラスに有名な人なわけでしょ、うん、だから知ってて当然ぐらいのつもりで会話に出すんだけど知らなかったとか、うん、そのだから有名なデザイナーとかを知ってるのよ、デザイナーだったりするから、うん、デザインの方には詳しいと、とか有名な写真家とか、うん、
っていうのはある程度知ってるんだけど、うんうんうん、そのちょっと話がサブカルの方に入っていったりとか、うんうん、本当の現代美術の方とかに入っていくと全然からっきしだし、うん、その名前を知らないのはまだ置いとくとしても、うん、この今現代美術の概念、うん、現代美術ってどんな世界なのかっていうなんとなくな世界感もあんまり分かってない、うん、未だにそのやっぱ紀伊国屋とかでさ古典とかやってるわけじゃない、でアートっていうのはあの人たちにとってはその人たちにとってはそこで止まってるんだよ、うん、そこから先の美術っていうのはなんかよく分かってない、うん、奈良吉智さんですかみたいな、あ、ね、うん、そう、だもっと言えば奈良吉智は知ってるけど大谷慎吾知らない的な、うんうん、そうなんだ、だからほら日本2000年とか、うん、スーパーフラットとか、うん、すっごい表に出てきてビジネス的に成功した人たちは、うん、もちろんメディアを通して電話が強いから知ってるんだけど、うん、その他の人たちもっと面白いこと言ってる人もいっぱいいるんだけどっていうことも知らないし、うんうん、そうか、まあジャンルが違うっていうことになっちゃうんだよね、そういうことになるとね、うん、でもサブカルとかもさ、実はその今あるその現代アートとかをその実は翻訳した姿に過ぎなかったりするじゃん、過ぎないというか翻訳した姿にする、この前ね、うん、俺と徳ちゃんの話したんだけど、そうそうだね、サブカルの流れに美術が乗ってってんとかあるんだよね、あーその言ってたね、うん、言ってたね、うんうんうん、だから今後追いみたいな感じになってきちゃってるんだよね、うんうん、そうだね、うん、メディアアートも本来はメディアの可能性はアートで、うん、その可能性を追求していくことにあったのに、うん、もう解明されちゃってることを応用してるだけみたいになってきちゃって、うん、だから今さらファミコンを作品にしてる人とかもいますけど、うん、それは違うんだよね、うん、そうこの間もそうプレステ3が出る前に4ぐらいの可能性をやってくれよってなんだよね、うん、むしろしかももうそうだね、うん、とかもしくはもう一回やっとアナログゲームみたいなね、コラージュとかさ、うん、あるいはそのノスタルジアの表現としてファミコンが出てくるんだったらいいんじゃない、うん、あそれはあるね、うんうん、ほら物だけじゃなくて概念を作っていこうっていうところもあるから、うんうん、メディアアートなんか特にそういう、うん、先人切ってやっていくところあるからね、うん、そう前のそのさ、4人で話してた時、うん、5人か、うん、4人で、ね、4人で友人ハウスで、友人ハウスで7人の侍、7人もいたの、いないいないごめんちゃんちゃなこと言思いついた単語をちょっと言っただけ、うん、そうだね、どんどん言ってでもあれはあ、ごめんごめん、あれはすごいね、いいなって思って、中学生のように仕事をもう締め切りぶっちぎってでもちゃえばよかった、こんなこと言ってぶっ飛ばされるけど、締め切りは守る、絶対守ってるけどね、ぶち切ってでも行けばよかったって思ったけど、でもね、どうより法事マンはっていう話が聞けたから、うん、あそれはこれは行かなくても行かなくて正解、一回屋台覗くだけでみたいな、あとさ、法事マントゥデイその前撮ってたじゃん、うんうん、だからそれがもうその代わりになってるかなと思って、うん、でもまださお酒入りきってなかったから、入りきってなかったから、まだなんかっていうかいいとこで終わっちゃったんだよねあれね、あと1時間ぐらい話しますと、ね、結構いい話にまた展開していきそうなんだけど、だいたいなんかね夜の3時頃になると結構いい話出てきたりするんだよねあの話さすごいいい話だったよねっていうと、またさこう俺が例えばあそこにいて、うん、この話に、うん、加わりたい、加わりたいよ、ね、うん、加わりたいけど加われるか分かんないけど、加わってたいよね、だから、うん、今ちょっとそんな空気になり始めてるから嬉しいんだけどね、いやもうねガンガン話していきましょう、うん、急にさ目の色変わった瞬間わかんでね、みんなの徳差くんもそうだし、龍心くんもそうだし、実際はすっごく緩かったよね、うん、緩かったね、うん、だって徳ちゃんこうやりながら話してたの、うん、でもさーって言ってで、なぜかラジオのこの録音機に近い久慈くんの声の方がちっちゃくて、徳ちゃんの声がすごい目立つっていうね、浅ましくてすいませんハーブディスクの音聞こえたよ、あれみんなのハードディスクが回り始める音、あまあね、うん、みんなよくあんなに、なんていうの、俯瞰で見てるよね、ちゃんと
あれでも僕ね、酔いすぎちゃって次の日記憶が飛んでてんのね。だからラジオ聞いてて、俺こんなこと話しちゃうんだっていうのがかなり無意識じゃないんだけど、結構シラフだと思ってた。いや僕ね、酔っててもあんだけ話しちゃうから、後でねラジオに結構頼ってるとこあるんだよ、記憶の補助として。そうやこんなこと話してた。あそうなんだ。徳ちゃんもその日作曲してから寝たんだけど、結局寝れなくてね、 夢うつつで、あそうだ曲できたかな、できてなかったかなと思って、徳ちゃん帰った後パソコン見てみたらデータで曲が残ってるじゃん、うん、あそういうの水と少女作ったわと思って、曲の内容も聞いてやっと思い出したんだよね。あそういえばこんな曲だったな。ああ、うん、俺リュウシンの持ってる音源欲しいわ。あーとかいいよ、女の子の声とかね、 DVD に焼いてあげるね。そんなの使えるのかな、うん、使える使えるかな、うん、だって徳ちゃんが持ってる音楽のソフトで使えない音楽方式ってないでしょ。そうだよね、うん、大丈夫だよ。てか全部はいらないから、もう女の子の声欲しいよなんでそんなピンポイントなの、探すんだよ